高松随大は日本の情報学者。専門は数理情報学。博士。中央大学理工学部情報工学科准教授。2005年に東京大学工学部係数工学科を卒業後、2010年に同大学院情報理工学系研究科数理情報学専攻。博士課程を修了した。日本学術振興会特別研究員を経て、 2010年に中央大学理工学部情報工学科助教となり、2013年より同准教授に就任した。JST クレスト、現代の数理科学と連携する、モデリング手法の構築メンバー。著書に応用が見える、線形台数岩波書店など。2012年日本都市計画学会年間優秀論文、小受賞。 2018年度日本応用数理学会論文賞受賞。第8回日本オペレーションズリサーチ学会研究賞、奨励賞受賞。インスティチューション、河合塾エデュケーショナル、未来ブック学問、大学ナビ、河合塾。未来ブック学問、大学ナビ、河合塾。2020年2月27日閲覧。時代、高松、オプティマルモデリングフォーサーキットシミュレーション。 アプリケーションズオブメトロイドセオリー、高松随大。https, is, ndlgojp, books, r162i0001113033 から00、水代高松。sites.google.com。2020年2月27日閲覧。理工学部準教授高松随大が10月19日、発売、数理科学に、 公共交通の時空間ネットワークと最適化を機構。中央大学。2020年2月27日閲覧。大規模複雑システムの最適モデリング手法の構築。JST クレスと現代の数理科学と連携するモデリング手法の構築。2020年2月28日閲覧。応用が見える。線形台数倍。高松随倍。 マレーシアキノクニア .com 2020年2月27日閲覧中央大学 j シ a j p f a c e b o o k c o m 2020年2月27日閲覧理工学部准教授高松鶴大が日本オペレーションズリサーチ学会研究賞奨励賞を受賞中央大学2020年2月27日閲覧ありがとうございます